こんにちはなわけです今日も、ね、ロードモバイルをやっていこうと思いますで今日お話ししたいのは、えー、とこれからねあのロードモバイル始める方もしくはこれからねロードモバイル始めるんだけどもあの美化金だよみたいな形の方にはいいあのお話なのかなとは思いますで、えー、ともう最初にお話私の個人的な意見をお話しさせてもらうと,、えー、と以前ね最初の頃に私森の巨人だったかっていうのを買ったんだけども あの昔の動画作るためにねその動画消してしまってハードディスク壊,壊れてしまったんでなくなってはし,ましまったんだけども、えっと、基本的に森の巨人はあの買う必要が今のゲーム上ではないよね全くないよねで、えー、あと兵士ねあの基本的に T1 から T4 まで先に育てるみたいな感じのが、えっと、主流だと思うんだけども、えー、現状 今私城の防御を上げてて言えることは兵士よりも兵士 T4 よりもまず城の防御を上げた方がいいかなって感じであとはえっと罠もその4番目の罠にならない限りは罠はあの張っちゃダメなぜかっていうとすぐ溶かされるからでまずそのお話をする前にもちろんねあの あの重課金の方には今のところ私勝てないのよ、でそれはあの改善しないといけないなって以前お話ししてたように改善するための,ちょっとあのことも考えているのでいずれにせよこのあの負けることも、ね、あ,のあるのでちょっとこれ見てもらえるかな、これ現状のものなんだけども、はい、でこれね、ね総損失私の方が多いんだよね、今回。で何が失敗かというと兵士数を無駄に、ね、T4 を8576人置いてしまったことがあの あの失敗なんだよねでこれはこれで自分でもあの前々からよく分かってたんだけども、えっと、ちょっとやってしまったかなって感じなんで、ねまあ、とりあえず先頭を見てみましょうただ相手方にもね損,損害はねあの2,000出てるんだけども、まあ、どちらかっていうと当たり前見ればパワー6万。 えー、6000減らしてるにもかかわらず、こっちは32万という、一番大きな被害が出た、まあ、戦闘ではあるよね、でこれは本当にあの改善しないといけないなとは思うんだけども、まあ、これ見てのとおり、相手方はね,あのね、もう重課金の方なので、だからといって、はい、じゃあ、すんなり負けますっていうことには、今後はなくしないといけないなって感じです、まあ、見てわかるんだけども、ここでもう一気にちょっと崩されるんだよね。 で崩されるはいいんだけども、これにもね、やっぱり他にやり方があったんじゃないのかなと、防御のやり方。これはこれで今後ちょっと自分の思ったようになるか、あの改善していこうかなとは思ってます。なので、まあ、1万1756で相手は、えっと、1837ということで、大敗ということで捕まりましたということなんでね、これについてはだから改善もう必要。で、えっと、現状を、えっと、 美化金じゃなくて、重化金、重化金には今のところ、だから勝てないのよ。で、美化金とか、あの重化金の一歩手前みたいな感じだと、どういうふうな戦闘になるかっていうと、その下のものがね、これ、すごいいいあのサンプルだなと思ったんだよね。でえーと これではね、ちょっとこの方も見てみましょうか、まあ、それなりにねあの装備を揃えてるっていう感じなんだけどもこれで見ていただいてわかる通りこれ,これも結構いけたかなって感じなんだよねで総損失は私の方は、えー、2万3958で、えー、と兵士はゼロ誰も死んでないのよで一方でもちろん負傷者も出てないのね一方で相手方は総損失が、えー、と10万1 5五百 11万5890で、パワーが約250万減ってるの、で死者も約5万で、えーと、戦闘の詳細ちょっと見ると、T4、えー、と T2、えー、で来てるんだけども、T4 にも損害が出てるのねで、どういう戦闘だったかっていうのはちょっと見てみましょうか。えー、と はい、これはもうあの理想的な戦い方だったなっていうのを見てて思ったんだよねでヒーローも相手出してきてるのだから理想的って言ってるんだよねでヒーローを出してもあのあの攻めきれないで召喚獣も出してるよねでそうすると相手方の方にはあのバフがつくんだけども私の場合あと注目してもらいたいのが私には、えっと、この時ヒーローいないのよ死んでるからだからヒーローこっち側はいなくて で相手方はヒーローいて召喚銃使ってバフを受けてる状態でもあのほらまたね召喚銃のバフがかかってる状態なんだけども相手方はあの全然攻めて来れないそもそも城にダメージすらも与えられないみたいな感じでこれ今式どん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 下がっていくけどももっと状況が良ければあの罠の,あのレベルとかも10分の10ではないのよ実は私まだ。 だからその状態でここまで減らすことができるということはこれをちょっと楽しみなのはもうあの罠の強さをえと10分の10にしてしまう上級の方でそうした場合今のような状況だったらもっと相手方に損害が出ておそらく全滅をさせることも可能になってくるのかなっていうただの白防御みたいな感じただの防御状態ので防御状態で。 相手が攻めてきても、えー、とただの白の罠だけでおそらくはうまく本当に回った場合は多分ロードも捕獲できるんじゃないのかなと思ってますでちょっと見てみようかはい今現状どうなってるかっていうとまあ,あのさっきの戦いで捕まってるんだけどもこれはまあ,あのいつも捕まって殺されるのはまあ私の想定内,の内なのよで見ていただきたいのは私あの真ん中にあのいるんだけども 自分から率先して攻撃はしていないんだけどもだからあのね城上げますよっていった動画を上げた時には激発って2000とか5000だったわけじゃないでも、えー、といつの間にかね123万8978っていうくらい上がってるわけだからおそらく今後もっともっともっと上がっていくだろうなっていうでこれは何をやってるかっていうと城の防御をまず完全にすることとあとは 罠を強くくしていくそれだけでここまで上がるで攻める側としてはあの純粋にただのパワーとロードが不在だから攻めてみようっていうことでまんまとちょっと罠にはまってしまうっていう感じで今の私の上級防除ってどうなってるかっていうとまず上碧防御力これは10分の10とにかくこの防御力は、えー、と上,上級まで上げてで、えー、防御力2まで10分の10にすること。 で次にやるべきことはあのー、確かにねあの城壁修復とかもすごいいいんだけども、うん、それよりもとりあえずは罠の方を上げた方がいいのかなと思ってますだからこれも10分の1 0分の十十分の十そうすればさっき攻めてきた時に相手方にさらに損害を与えられるで、えー、と個人的な意見なんだけども、えー、とじゃあ次に城壁修復と城壁ヒットポイントどっちを選ぶかっていうと個人的には今あのー やってる感じだと城壁修復の方がいなぜかっていうと,、えー、と城壁ヒットポイントっていうのは城壁防御力が相手の、えー、と攻撃を相手のじゃ相手の攻撃が上壁防御力を上回った時に初めて城壁ヒットポイントが減るのであって、えー、と先ほどねあのあの防衛成功しましたって言った場合は。 城壁防御力をあの相手の攻撃力があの超える力を持ってないそうするとヒットポイント以前の問題でその防御力をあの越さない限りはヒットポイント自体は減らされないのね。ただ えっと、それ以上の攻撃力があると、ヒットポイントがどん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 減っていくんだけども、まあ、それは修復しないといけない。だから、その修復を、まず、えっ、ー、と、ヒットポイントよりも修復の方を力を入れた方がいいのかなっていうのが、今思ってる感じです。はい。そういうわけなので、えっ、ー、と、今日からね、始める方、無課金で始める方とかね、美課金の方は、個人的には、あの、防御を、白の防御をとにかく、あの、高める。 そうすればあの相手は攻めてきてもそもそもあの負けないあとはその以前倉庫のお話もさせてもらったけどもそれは倉庫の時のお話を見てもらえばいいんだけどもあのうまい具合に、ね、倉庫内の物資で止めておくと攻められても持っていくものはないっていう話になってくるよねで、えー、とあとはそのロードで、えー、ロードがいる状態でどこまでその城壁で防御力とかいろいろ ブーストをかかけるかっていうところにもいろいろかかってくるかとは思うんだけどもとりあえずは現状を私が今やってる感じでは兵士を上げるよりはあの初心者の方はもうとりあえず防御力を上げるで罠を張っちゃダメすぐあの溶かされるからで、えー、と罠を張るんであれば少なくともあの、まあ、私7と,の、えー、と7とか8とか6の時でね結構なあの動画も作ったんだけどもそれくらいだったらあのもちろんその 罠の一番最上級ね作った状態でこれくらいまで上げれば、まあ、いいんじゃないのかなと思いますそれではね本日の動画はこれで終わりにしますおやすみなさい